あるようなら、だいぶ地元のみんなも、はい、そうですね、ちょっと人数も増えましたし、はい、だいぶ、そうですね、みんな調子いい選手も多いと思うので、はい、今回はというのは思い出してるそうですね、ちょっと前回不甲斐なかったので、はい、まあ、原因はいろいろ探ってはきたので、はい、それが合ってればね。久留米の時はじゃあ、まあ、原因をつかめて、ちょっと修正してそうですね、ちょっと時間はかかったんですけど、あるしっかり治療しながら、練習とバランスをとって、はい、早坂修吾と一緒にやったんですか。そうですね、はい、まあ、一緒にやらせてもらって、まあ、刺激ももらいましたし、まあ、いい練習はできました。まあ、本当に全部悔しさを晴らすのがここかなというところで、まあ、そうですね、本当にもう頑張るだけなんですね。初日の番組は来てどうでしたか。まあ、浅井さんとそうですね、もう気合も入りますし、うん、しっかり思い切り踏んだりとかしっかり全面任せて、うん、レースのイメージももう湧いてるような感じですか。この、まあ、そうですね、もう近藤さんや武田さん、井上さんだろうなっていうのとにかくがむしゃらに、うんうん、今回のがむしゃらにそうですね、うん、やれるだけ攻めて攻めて